こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラはライカの、定番レンジファインダーボディですね。ライカの M3 になりますね、ライカ M3 の初期型のボディですね。はい、ご覧の通りですね、フレームセレクターのレバーがありませんで、シャッタースピードダイヤルの上の天板がこれツルツルしてますね。でもってCL ナンバーが781-880ですので、1955年のドイツ製のライカ M3 ということになりますね。ライカ M3 の初期型です。はい。この通りダブルストロークですね。2回巻きになります。はい。では外観から見ていきますね。外観はですね、ご覧の通り、軍艦部にもわずかなですね、こういうちょっとしたすれが見られますけれども、ひどいすれとか、ガリッとやった傷とかですね、当たりもありませんね。こういったところに当たりぶつけた跡がよく見られるんですけれども、これは綺麗ですね。かなり綺麗な個体と言えます。サイドのストラップの跡もないですね。はい、背面もアイピースも綺麗、バックドアの塗装もしっかりしていますし、底面も綺麗ですね。三脚の跡とかケースの跡、地面に置いてガリガリってやった跡などもないですね。はい、フロントもメッキの摩耗もなし、マウント部も綺麗です。はい、針側の状態ですけれども、針側はですね、こういった剥がれやすいところもしっかりと貼られてまして、こう浮いてパコパコしてないですね。サイドに、5ミリ台のちょっと欠けがありますけれども、エアバックドアも綺麗に貼られて、こちら側のサイドはきっちり綺麗に貼られてますね。はい。ということで、1箇所だけですね、5ミリ台の欠けがありますけれども、それ以外は完璧に貼られた状態ですね。はい。はい。では、次にファインダー見ていきますね。ファインダー。前面から見て、ちょっとですね、汚れなども見られたりしますけれども、概ね綺麗な状態ですね。曇りやカビ、素材の劣化などは見られないです。はい、で、接続部から、接眼部から見てもですね、バルサム切れとかですね、汚れや黄ばみ、曇りカビは全く見られませんで、クリアな状態ですね。ブライトフレームは、フレームセレクターありませんけれども、レンズの脱着によってきちんと可変しておりまして、薄くなったり途切れたりとかですね、してないですね。非常にくっきりはっきりフレームは表示されております。ピント合わせの20ゾーンもですね、くっきりはっきりコントラストしっかりしておりまして、縦ずれや薄くなったり黄ばみ、見れにくくなったりしてないですね。中央部のピント合わせの四角い部分もですね、ゴミが入ったり、ひび割れたりとかしてないです。はい、フレーミングやピント合わせにですね、全くファンは、難はないですね。はい、はい、ということで、続きましてシャッタースピードのチェックに行きたいと思います。はい、今低速の1秒に合わせてますね。はい、はい、1秒しっかり刻んでますね。シャッター音なども聞いてみてください。2回巻き上げ、大変滑らかに巻き上げ切れてます。はい、1秒、はい、しっかり安定して、はい、切れてますね。シャッター幕の遅れとかもないですね。はい、時間2分の1秒です。はい、2分の1秒もいいですね。シャッター音も聞いていただけてると思います。はい、はい、次は5分の1秒、いいですね。はい、5分の1秒もきっちり破片して動いているのがお分かりいただけますね。低速のシャッターに、粘りやシャッター膜の遅れなどありませんね。はい、では続いて中速の250分の1秒ですね。はい、まあ、ほとんどシャッター見えませんけれどもね、はい、きっちり切れているのがお分かりいただけますね。はい、でここでセルフタイマーもチェックしていきます。はい。このレバーをぐっと下げてもらって、で、ここのスイッチでスタートしますね。
はい、途中で弱くなったりしないでしっかり動いてまして、はい、ここでシャッターが切れて、はい、最後まできっちり動いてますね。はい、じゃあ底蓋も外してみていきますね。底蓋を外しても、はい、中も、腐食やサビ、素材の劣化などなくて綺麗ですね。はい、これがですね、バックドアがちょっとはまるタイプですね。初期型、中期型以降はですね、これはパカパカしちゃうんですけれども、ちょっとはまるタイプですね。はい、スプールももちろん、ついてますね。スプールを外して、はい、カウンターもしっかり戻ってますね。シャッター膜も、はい、ご覧の通り綺麗ですね。はい、このような感じになってます。はい、底蓋もですねしっかり閉まってましてですね、こうパコパコしませんし、硬すぎたり緩すぎたりせずにしっかり閉まってます。はい、付属品がこちらの、ボディキャップと、あとおまけになりますけども、こちらのライカ純正の革ケースですね。で、ストラップ、ショルダーケースにショルダー当てがついたりですね、この弱くなってないですね、しっかりしたストラップもついてまして、ケース自体にですね、この糸のほつれとか劣化も見られなくて綺麗ですね。このまますぐにお使いいただけるケースになっております。はい、ということで、大変いい状態のライカの定番レンジファインダーボディ、ライカ M3 の初期型ダブルストローク、ボディキャップとこちらの革ケースが付属しております。はい、大変人気のボディになりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。